秋田美人伝説、うん、そうなんですよ伝説、はい、まあ、秋田美人というキーワードで前一回ね別この番組でもやったんですけれども、そうですね、今回伝説ってつけたのはですね、まあ、ちょっといろいろ意味がありましてですね、まあ、秋田美人ということでいろいろ私自身調査をしていてまた油屋さんのところでお尋ねしたんですけど、はい、油屋道夫さんですね、で今油屋さんのところの油屋コレクション金足東小学校は、はい、今ちょっと休館をしてるんですよね、はいはいはい、ですから実際に自宅の方にお尋ねしていって秋田美人に関してちょっとこうなんか資料いろいろたくさん仕入れたいなっていうことをお話ししたら、うん、そのフォルダがあるということで、私物の中でね、はい、何冊かこうスクラップがあったんですけど、あら、はい、秋田美人の歴史、そうなんですよ、あらちょっとこう見づらいんですけど、はい、こういった絵はがきっていうかな、こういう秋田美人、これは川端芸者が全てなんですけど、川端芸者さんの絵はがきとか、はい、これのコレクションがこれちょうど1冊のフォルダなんですけど、これが数冊ありました、こんなにたくさん出てきたんですね。でここに秋田美人絵はがきって表側に書いてるんですよ、うんうんうん、ほとんど全てが、うん、だから秋田美人イコール当時は川端芸者だったんだっていう証明にもなりますよね。で川端芸者さんを改めてご紹介するっていうのはあれなんですけれども、まあ、昭和っていうか明治から昭和の初期にかけて、うん、そうですね、最盛期は200人ぐらいの芸妓さんとか舞妓さんが川端と今の場所ですよね、うん、にいらっしゃったということで、まあ、秋田美人という名前が川端芸者を通じて伝わったと言われています、うん、というのは川端というのはですね、まあ、いろんな政治家さんとか著名な方々とか作家が秋田を訪れる際の玄関口っても当時から言われていて、はいはい、それでお迎えをするのが川端芸者さんだったんですよね。ですから例えば政治家の皆さんが県外のいわゆる地元に帰った時に発信するのは川端芸者さん綺麗だったよ、さすが秋田美人だよっていうふうに伝わっていくんですよ、うんうん、ですから彼らがその著名な方々が秋田に来て見たのは川端芸者さんなんだけれども、それはイコール秋田美人というふうに伝わっていったということが一つ大きいものだと思うんですよね、で油屋さん一葉さんが持っているの本当に、ね、絵はがきの数を見ると当時から庶民の中でもプロマイドのようにして使われていたということが分かるんですよ。で下のところにはその芸者さんのお名前があってきっとそれぞれのファンがついていたんでしょうね、うん、実際にお座敷にあげるとですねものすごい高いんだけれども、うん、こうやってプロマイドとしてみんなが持っていたっていうことなんですよね、うん、だからそういう意味ではなんか非常に身近な秋田美人さんという感じでも捉えられると思うんですけど、うん、で有名なというか和歌山牧水という短歌の方がいて作家がいて私が好きな作家でも最近短歌ハマってますんでね、はい、酒と旅というのにこだわった、まあ、作家なんですけど2度ほど秋田を訪ねていて最初に訪ねたのが、大正5年ですか、その時に和歌山牧水が川端やっぱり訪ねてくるんですよ、うん、その頃はもう和歌山牧水は有名な作家でしたから、うん、結構いろんな方に接待をされた中で川端に案内される、うん、このように歌ったのはですね、秋田美人ぞこれ見よと居並ぶ見れば由しかりけ、うん、秋田美人だぞと噂には聞いていたと、はい、そしてまた秋田美人だと言われてお会いした方々つまり川端芸者さんは、うん、どれを見てもどの方を見てもみんな美人さん色が白くて美人さんだった、うん、由しかりけりっていうのはこれはすごいことだっていう最大限の表現なんですよね、うん、そういうふうにしてこの和歌山牧水が帰ったらもう伝えますもんね、うん、するとファンが伝えてそれが秋田美人伝説として伝わっていったんだと思います。で秋田美人についてまたもう一つ私調べたのはですね、はい、昭和44年にですね湯沢市の産婦人科医の、杉本元助さんっていう先生がですね秋田美人
つまり白さ、肌の白さについて科学的な調査を行ってるんですよ、うんうん、その時にこれは数値が高いほどいいんですけれども、この数値で 22% というのが一般の日本女性の平均な数字らしいんですよね。この数値っていうのは色の白さの度合いっていうことなんですけど、はい、それが欧米の例えば白人と言われている方々はだいたい30後半なんですけど、それがですね、秋田県に関して言うとまさに30後半の数値が出る、つまり白人要素が多いというか白い肌の要素が高かったっていうのが、はい、昭和44年に実際に科学的な数値としてですね、発表されてるんですよね。でそれは日照時間の少なさであったり、あと工事文化っていって、うん、そういうものがいわゆるヘルシーなものとしての、肌のきめ細かさにつながったり、また温泉が多いですよね。そういったことがあるんじゃないかっていうふうに伝わってきてるんですよね。秋田美人っていう言い方がですね、まあ、今私は伝説っていうことで話してるんですけど、うんうん、去年あたりちょっと話題になりましてね。あ、そうですね、はい、記事になってましたよね。秋田美人っていうもう呼び方をやめませんかっていうね、大胆な提言っていうのが若い女性からの、これは新聞紙上でしたけれども、読者の声という形でちょっとこう出てきましてですね、記者がいろんな意見を募るんですよ。で秋田美人ってどういろんなあれがあってなんか客寄せに使われてるんじゃないとかね、まあ、県外の方が結構これ多分尊敬の念っていうか素晴らしさを込めて呼ぶものなんだけれども、うん、言われた当人たちはなんかちょっと躊躇をしたり、言われてちょっとこう困っちゃう、うん、でも逆にね言われて本当になんか誇らしかったとか、うん、そういう意見もあるんですね、うん、つまり賛否両論、つまり秋田美人という言葉はそれだけ賛否両論を引き出すようなね、やっぱり重要な一つの 4文字熟語だったと思うんですよ ね。今なんとなくそのポスターだったりいろんなことに美人ってあんまり使わないってっていうふうなことをよく言われてますよね、うん、で今秋田県ではまだ秋田県の中で女性たちがこうね乗っている秋田美人っていうポスターだったり、うん、あとは秋田ビジョンっていうのがありましたよね、有名な秋田ビジョン、ね、ビージーンって書いて4はちっちゃく なっててなんとなく透明では秋田ビジョン、美人と読めちゃうっていう、でこれなんかも秋田県なんて言うんでしょう、秋田県を誇らしげに言うことなんで PR するために使ってその名寄せに使わないでという批判のもとにもなりましたけども、私はものすごい寛容に受け止めてはいるんですけど ね。なんかそうおっしゃってる方がどんな気持ちで言ってくれてるのかとか、そうなんですけどね、なんかどういうなんか貼り付け方じゃないですけど、うんうん、されるかとか、それによって全然ね感じも変わってくるんですけどね。確かに悲しいことにっていうか、うんうん、なんか私たちには若い頃に同僚で女性記者がいたんですけど、うん、その女性記者が県外出張しますよね、はい、そういった時に県外の反響っていうのは秋田から女性が来るイコール女性記者イコール秋田美人記者というふうになんかこう評判になってて、うんうん、その空気を悟った彼女はですね悲しいことにすみませんって謝るんですよね。わかるな、秋田美人じゃなくてって、だからその悲しい話っていうのが今もしあるとすれば、それはなんか女性たちに対しても、うん、本当に申し訳ないんですけど、だからこれ面白い話、はい、あるよねって振られてする面白い話とね、ただ何もなく面白い話して受けるのとの違いっていうか、うん、なんていうんですかね、関西の方だから絶対面白いみたい なるほど、ね、なんかそういうのとちょっと似てるのかな、それ同じプレッシャーですよね。なんかそのプレッシャー、関西の女性に対してきっとなんか面白いこと言ってくれるんだろうな、うん、プレス的なプレッシャー、うん、とかと似てるかもね、まあ、決めつけっていうのはやっぱりいけないのかもしれませんね。まあそうですね、うん、でもなんか見た目の美しさだけじゃなくて心の美しさも絶対 ね、いろんな美人さんあってもいいと思うんだけどね。そうそう、美人っていう言葉はね本当に最近っていうのはいい言葉ですよね。だからそれ秋田もいろんな女性、はい、まあ、女性男性かかわらずですけど、その職人さんとかも、例えば曲げわっぱ美人とか、漬物美人とか、漬物美人、うん、どういった方があってみたいですけど、なんかねそれが上手な、うん、ね、素敵な女性みたいなのとかがあってもいいのかなって、で、ね、はい、でちょっと締めに和歌山牧水さんに 対抗してですね、はいはい、作ってみたんです。秋田ビジョンっていうのが秋田県でキャッチフレーズありましたよね、それちょっともじってるんですけど、はい、なんか和歌山牧師に申し訳ないですけど、
あれごめん、うん、秋田美人って聞こえたの、うん、秋田ビジョンって言ったんだけどっていう。あ、秋田ビジョンって言ったんだけど。なるほど、すごい、はい、すごい、すごいでしょうか。素晴らしい。秋田美人についてきちんとね、はい、もうちょっと今研究を進めてますので。そうですね、はい、本来のその何て言うんだろう、その秋田美人の姿っていうのをもうちょっと今後深掘りして研究していきたいと思ってます。そうですね、例えば民謡とかね、歌とか踊りなんていうのも、ね、ものすごい関連あると思いますので、ね、その辺を次回以降また研究をして、はい、お伝えをしたいと思ってます。そうですね、はい、私たちもより深く知識を得ることで心からちゃんとね思って伝えられるっていうことで、はい、嬉しいです。大変、はい、はい、ということで今日は秋田美人伝説を皆さんに聞いていただきました。